ディールさんにブルームライト、ベティさんにフリンジウィーカーね、 L サイズで、はいどうぞ。ああ続きやっていきますね。ベティさんとディールさんの応対中。これどうしてブルームライトっていうのかな。このカクテルはビデオゲームのイベント中に考案されたらしい。へえ。考案者がイベントの出席者にユーザーの気持ちを代弁するようなことを言ったんです。ブルームライト？出席者はみんな大手ゲーム会社の社員でした。そのゲーム会社はブルームライトと呼ばれる光の効果を多用しすぎていたので、バーテンダーは多分当てこつりで作ったんでしょうね。あー、じゃあ暗闇で光るってわけじゃないのね。この辺の話は覚えておかないと、ステラさんの注文でね、困る機会があるかもしれない。これは違います。ところでジル、人と付き合うことで自分は変わったと思う？今その話？かなり変わったと思います。それはいい意味で？それとも悪い意味で？いい意味かな。悪い習慣を新しく身につけるほどのバイタリティもないし。最初の彼氏のせいで他人の言い間違いをその場で指摘しないと気が済まないっていう癖がついちゃったけど、あんまいい癖じゃないね。今思えばすごく鬱陶しかったな。じゃああなたも言い間違いが多かったのね。私の場合はね、以前に比べてもっと、なんていうか、皮肉屋になった、辛辣になった、この世界にも人間にも嫌気がさした。ちょっと君の言葉を引用しただけさ。まあでもそうね、大学時代のガールフレンドのせいでそうなっちゃった。そうなの。私がデモとかの運動に参加するようになったのは、そもそも彼女に誘われたから。はあ。参加してんだ。それのどこが悪いんだい？みんなで抗議活動をして世の中を変えようとしていたのね。私は本気だった。でも真剣になればなるほど壁にぶつかるようになった。運動に参加している全員がそこまで本気でやってるわけじゃなかったんだよね。ほとんどの学生はただ流行に乗っているだけだった。そして自分たちが支持している運動を信じているわけじゃなかった。だから私は渡り鳥のようにあちこちのグループに移っていった。でもどこに行ってもそういう浮ついた人しかいなかった。一時の流行に過ぎないって理由で参加しなかった人たちはほとんどが危ない過激派だったし。そんなこんなで他人に対する我慢が一気になくなっちゃって。それって付き合っていた相手のせいじゃなくて他の人たちのせいなんじゃ。もしかしてそういう風に考えたことは一度もない？今の話だと付き合ってる人はあんま出てこないですよ。今の自分のあり方を過去の恋人のせいにするのはやめるべきだね。ほっといてよ。そういえばもう一人のバーテンダーは今犬を連れて外にいます。彼は犬の付き添いで出かけています。ふーん。あ、そうだ、さっきの犬が君のこと聞いていたよ。イカシバ？もしかしたらセイファートイカンパニーで働いている感じのいい感じのいい獣医さんじゃないかって慕われてますね、ベティさん。君と話したそうにしてたよ。じゃあどうして行っちゃったの？さあ、君はいくつか副業をやっているよね。へえ。犬からもらっているお給料だけじゃ借金がかさむ一方。そうなん？あんたは一体どうやってやりくりしてるの？あんまりお給料もらえてないの？犬から給料もらってる？信じられない。まあこの店も役立たずの犬に給料払ってるんだから人のこと言えないか。本当に払ってるかどうかは分かんないけどね。本当に払ってるかどうかは定かじゃないけど。おかわりなさいます？そうね。ああもう結構です。明日は早起きなので。といっても早起きしなきゃいけないのは彼女だけなんですよ。そうなの？明日ピクニックに誘われているらしいんですよ。二日酔いでピクニックっていう話をまた聞かされるのは耐えられない。はいはい、わかりました。明日土曜日だもんね。じゃあ行きましょうか。またね、ジル。行ってしまったか。じゃあまたのお越しを。あんたって本当に場をしらけさせるのが得意なんだから。このまま飲んでいたら明日君も同じことを言われる羽目になる。本当負けないよね、ディールさん。ボス、休憩張ります。誰か来たら教えてください。わかった。休憩です。はい、じゃあ続きをやっていきますよ。犬はよし、いない。イカシパ？
いないのはいないので従業員なのになっていう気はしますけどね。いきます。さて仕事に戻ろう。いらっしゃ。おー、アルマさん。あ、アルマ、ちょっと久しぶりだね。あんまり元気がなさそう。どうしたねえ。はあ、落ち込んでいるみたい。何か元気づけられるカクテルはないかな。アルマ励まそう。エレガントなやつもいいけど、彼女が本当に好きなのは。ちょっと待って、あれ、エレガントなやつじゃないのか。ブランディーニとかじゃないの。本当に好きなの。ね、うん、これまでのアルマさんの注文を振り返ってみたんだけど、まあ、ブランディーニかコバルトベルベットがやっぱ好きなんですよね。エレガント系ね。ただそれ以外でもちょこちょこ注文はしてて、たまにはいつもと違うことがしたいって言って宣伝用とか頼んでたんだよな。ピアノウーマンとか出してみる。好きかどうかは分かんないけどね。まあこれなら単価も高いしじゃあ出してみよう。もしもーし。え、何それに、これは何。私のおごり。それを飲んだらその辛気臭い顔はやめて。どうして私のことが心配だって言えないの。この感じですよね、いつもね。言いたいことは伝わったでしょ。ふふ。あ、ちょっと元気になった。どう、お味は。悪くない。本当に宣伝用だけど。うん、悪くない。甘いものは心を落ち着けてくれるから。あー、甘めの部分が効いたのかな。今のあなたにぴったりかなって思って。そうなんです。決して単価が高いからではなく。なんだか、うちの弟みたいな口ぶりね。あー、弟くんの名前なんだっけ。全部メモったんだよな。長女カーレッタ、次女ダイアナ。三女がアルマさんで、四女エヴァ、弟バーナードですね。弟の場合は甘いものじゃなくて、お肉を食べさせようとしてくるんだけど。元気づけようと思って。へえ、いい弟さんじゃない。で、何をそんなにしぼんでるの？しぼむ？昔ね、悲しいことがあって、ずっとため息をついていたら、おじいちゃんに言われたの。ため息ばかりついていると、古いタイヤみたいにしぼんじまうぞって。ふふ。で、何があったの？アリスラビット騒動があってから、バニーみたいな人が街に溢れるようになったってニュースと関係ある？うん、それにそのニュースはもう古いよ。そんなニュースがあったんだね。確かに問題ではあるけどね。でもうざいなって思うぐらいで悩むほどのことじゃない。ジル、あなたは今どんな気分？私の鬱憤をぶつけてその気分を台無しにしてやりたい。ジルもそんないい気分じゃないんだけどね。残念。ここ数日はどん底だから、これ以上悪くなりっこない。だから話してみて、あなたの悩み全部ぶつけて。警告はしたからね。なんだろう。ああ、お姉ちゃんの話か。次女。次女のダイアナのこと覚えてる？旦那と別れてから子供をほったらかしにしてやりまくっていたお姉さん。素晴らしいまとめね。今度機会があったら使わせてもらう。でも全部は話してなかったね。ダイアナは何ヶ月も DV された後、旦那を追い出した。前の旦那か。そうなんだ。でも姉さんは定職に就く気もなければ、自分の身の回りのことをやろうって気もない。冗談抜きでね。あの人には働くとか生計を立てるって概念がないの。男が面倒見てくれんのをひたすら待ってるだけ。どうしてそんな大人になっちゃったんだろう。パパもママも働き者なのに。二人は引退後に暇を持て余さないようにって小さなお店まで始めたんだよ。それは働き者だね。へえ。かたやこっちの自堕落な女はその数週間後に何をしたと思う？DV の旦那を呼び戻したんだよ。マジで。元旦那は姉さんと数日だけ一緒に過ごして、それからまた出て行った。何日かしっぽりやりまくって出て行った。なんと言ったらいいか。この話を聞いた弟も妹も今のあなたと全く同じリアクション。そうね。でもね、まだ続きがあって。まだあんの。その後姉さんはすっからかんになって、バスの乗車賃すらなくなった。
お金のためなら喜んで体を売ったでしょうけど、結局私が迎えに行くことになった。ここ数日間姉さんは子供たちを実家に預けっぱなしにしていて、でも子供たちにとってはそっちの方がいいかも。天使のような子供たちは実家をめちゃくちゃにした。そうか。弟のバーナードと妹のエヴァも子供たちの面倒を見るために来てくれているんだけど、私はもともと姉さんと仲が良くなくて。あ、そうなんだ。まあそうなっちゃうかもね。それで迎えに行った時、車内でこう聞かれたの。子供たちは元気かって。積もり積もったものがあって私は爆発した。こんなろくでなしの背中を見て大きくなる子供たちが不憫よってまくし立てた。それからちゃんと責任を持って子供たちの面倒を見なさいって説教した。まあそういう言葉でね、なんか変わるようであれば楽なんでしょうけどね。そんな好き勝手ができる立場じゃないでしょって。そしたら姉は一言、子供のいないあなたに何がわかるの。わかることもあるよな。ええ、そうよ、私に子供はいない。でも働きたくないってダダをこねて一文無しにはならない。子供はいないけど私はよその家に子供を放置しない。子供はいないけど私は DV 男をベッドに連れ戻さない。子供はいないけどエヴァとバーナードの面倒を見てきた。二人ともいい子に育った。怒ってるね。子供はいないけど私は安っぽい売春婦なんかじゃない。なーい。なんて言ったらいいか。そうだね、何も言わないで。私は家族を愛してるし何よりも大切に思ってる。でもダイアナは冗談抜きで許せないようなことを平気でしてくるんだよね。何か力になれることはある。もうなってくれたじゃない、話聞けばいい。え、相手が相手だからね。こんなことでムキになっても仕方ないし。まだ腹渡が煮えくり返っているけど、家族の誰にもこんな話はできない。ママにあなたの娘を陰媒よなんて言えないでしょ。ただ胸の重荷を下ろしたかっただけ。ちょっと役に立ったなら。あなたの胸にはまだぶら下がっているみたいだけど、パンパンに膨れ上がった重荷が。 いえ、これには愛と夢が詰まっているの。あなたの家計はみんな巨乳。一番大きいのはパパなんだ。そうか、冗談冗談。唯一巨乳の遺伝子を引き継がなかったのがエヴァかな。エヴァは包茎手術か遺伝子治療を受けたいって言っていたんだけどね。ありのままでいいのよって思いとどまらせた。まあそうね、巨乳なんて面倒なことの方が多いんだから。弟のバーナードも8歳の時から胸が大きくなり始めた。かわいそうに。そうなの。でも私にはママの家系からの遺伝があまり入っていないといいんだけど。パパのお姉さんや妹さんは今でも若々しいんだけど、ママは更年期に入ってから一気に老けちゃって。まあ人によるよね。あなたの家系はどう？何かいい遺伝子を引き継いだ？人並みのお肌と髪かな。エビアレルギーの親族もいるけど、今のところ私には出てない。へえ、そうなの。ところでダイアナの話に戻るけど、私が何を一番心配しているかわかる？子供たちがどんな大人になっちゃうか。それはまあ今後うちの親が育てることになれば、ダイアナが育てるよりはマシでしょうね。私が心配してるのは、もしかしたら自分も姉さんみたいになっちゃうかもしれないってこと。なんで？いい人を見つけてようやく落ち着けたと思ったのに、そいつがクズだって分かったら、突然何もかも捨てて私は生きたいように生きるとか言い出したら、もしその時子供がいて子育てを放棄するようなことになったら。そんなこと心配してる時点で大丈夫ってことだよ。そう？心底そう思うよ。お姉さんは確か数ヶ月しか付き合っていない男と結婚したんだよね。悪く言うつもりはないけど、そういう人ってあなたが今言ったようなこと考えたことないんじゃないかな。それにあなたが結婚する相手はあなたの理不尽な合格基準をパスした男だけでしょ。何よそれ。違うの？違わないけどさ、そんなはっきり言わなくても。どっかにいい男いないかな。そのうち見つかるよ、その時が来れば。だといいけど。とりあえず今はおかわりをもらっておこうかな。何にする？氷入り？アルコールも入ってるやつでね。了解。エレガント系であるかな。コバルトベルベット。L サイズにしちゃおっか。2杯目コバルトベルベットです。はい、どうぞ。少
少し落ち着いた、ありがとう。それが私の仕事だからね。さっきあなたも落ち込んでるって言ったよね。何があったの？気にしないで。何言ってるの？悩みを聞いてくれたんだから、今度は私が力になる番。うん、本当に気にしないで。あ、そうだ、伝え忘れるところだった。何？今度の日曜日ここで。ああ、メガクリスマスパーティーやるんだけど来る？アルマを誘うか。ドロシーちゃんとかも誘ってんのかな。今年のメガクリスマスは実家に帰ったらひどいことになりそうだから参加させてもらおうかな。予定なければぜひ。チキンなら私が用意できるけど、そっちで買う予定はある？オスが用意するんじゃない？うん、実はよくわからないの。でもよかったら持ってきて、無駄にはならないと思う。了解。なんか楽しそうね。25日楽しみね。チキンで一番好きな部位はどこ？ももかな。普通ですけど、胸も好きよ。一番好きな部位ももかな。普通だね。本当に私は胸が好き。胸もね、なんかパサパサしてますけどね。時々食いたくなる時あるよ。胸はちょっとあっさりしすぎかな。ももの方が食感がいいかもね。でもあっさりの方が飽きが来なくていいの。手も汚れにくい。お、ボス。ふむ、愚かな娘たちが。なんでですか。ボス、胸だのももだの素人臭い話をしているようだがな。あー、そっち。チキンの醍醐味は手羽にあり。ボス、なんですそれは。スパイシーチキンウィングだ。まあ、手羽もうまいんだよな。どこで買ってきたんです？スパイシーチキンに決まってるだろ。お店の名前かね。言わせるな。ここから2ブロック先にある店だ。今食ってんだ手羽。質問が悪かったですね。どうしてスパイシーチキンウィングのバケツを持ち歩いているんです？ならばこちらからも聞くが、どうしてお前はスパイシーチキンウィングのバケツを持ち歩いていないのだ？だって、そんなことだと思ったよ。いや、アーミテージ。アルマさんですよ。アルマです。分かってて言ってるんだ。ボスもボスだよな。パーティーに持ってきてくれるというチキンは調理済みのものか。ああ、話聞いてたんですね。もちろん調理されているやつですよ。温め直した方がいいでしょうけど。それはありがたい。パーティーは日曜の午後8時からだ。ありがとう。ではな、オフィスに戻っているぞ。それを言いに来たのか。手羽を片手に。バケツ忘れてった。持ってってくださいよ。食べる？もらおうかな。うん、マイルドな辛さで美味しい。俺も食べたくなってきた。スパイシーな手羽先を。変だな、ボスがチキン置きっぱなしにするなんて。注文と違うのが出てきたのかな。珍しいことなんだ。いつもはもっと辛いのを頼んでるの？前のはバケツに近寄っただけで喉が痒くなった。へえ。もぐもぐ。ねえジル、どういう男が好みなの？何それいきなり。正直あまり襟好みはしない。ある程度まともならそれでいい。嫉妬しない。喧嘩っ早くない。それから仕事をちゃんと続けられるぐらいの責任感があって。ダメよそんなの。マッチョがいいとか高身長とかあるでしょ。タトゥーもピアスもしてない人かな。どっちもあまり好きじゃない。あなたは？身なりの綺麗な人。ノリの効いたシャツにコーデされた服でビシッと決めているだけで見つめちゃう。なるほど。その上細マッチョなら言うことなし。でもまずはビシッと決まっているかどうかだね。案外すぐ見つかりそうだけど。今のはただの好み。旦那候補となるとそれとはまた別。まあな。ふーん。何かおかわりをもらえる？このチキンやっぱりちょっと辛かった。すげえリアルな会話ですよね。何にする？何でもいいよ。とりあえず辛みを抑えられるやつなら。何がいいかな。わかった。チキンの辛みを抑えるカクテル。難しい注文だな。今までで一番難しいのでは。スパイシーじゃない方がいいよね。カルモトリンなしで、まあ、ちょっとソフトめのやつ。俺だったら水の方がいいっすけどね。どうかな。はい。どう？ああ、よかったです。ふう、助かった。ありがとう。じゃあ次の質問。どんな女の子が好きなの？んぐ。どんな子？どんな子？ボスかな。あなたからどうぞ。私その気はないの。そうなんだ。女の子を可愛いとかかっこいいと思うこともあるにはあるけど、でもベッドを共にするのは男の方がいい。さああなたの番。くそ、まずい。落ち着いて。髪の色が明るい子かな。髪の色が明るい？うん、そうだよ、赤毛とか。
赤毛か。金髪はボスみたいな。ねえ、それを言わせたいだけなんじゃない？ごめんね。だってさっき彼女がチキンのバケツを持って入ってきたら、ああそう、急に目がキラキラになっていたからさ。実際俺ちょっとボスの夢女子的な部分あるから、態度も全然違ったし、急にそわそわしだして明るくなった。まあ、ガチで好きなんですよね、ジルはね。でも仕方ないよね、素敵な人だもん。これじゃからかってるみたいね。はあ。で、明るい髪ね。ブロンドはどう？私のこと好き？ええ、多分。仮に私も女の子が好きであなたを口説いたとしましょう。どう？私と付き合う？ナイスバディで美人でいいアパートに住んでて、絶対に手放さない。ふふふ。嬉しそう。まあそんな話はともかく、どうして落ち込んでいるのかさっさと吐いちゃいなさいよ。ね、ああ、その話？気にしないでって言ってるでしょ？教えてって言ってるでしょ？そんなに聞きたいか。いいじゃない。いつも愚痴を聞いてくれてるんだから、たまには私も力になりたいよ。じゃあこっちにいらっしゃい。ん？こっちに座ってって言ったの？ほら。え、ちょ。え？なにこれ？一体何を？お客さんの席に今ジルが座ってるってことか。これでよしと。私がバーテンダーで、あなたがお客さん。はあ、面白いね。それはどうかな。マシンは私じゃなきゃ動かないよ。そういう仕組みになってんだ。そう。じゃあこれ、うわあ！は？スーパーハッカー？今ハックしたの？じゃあこれをこうしてここをクリックしてと。よし、これで私にも動かせるようになった。マジかよ。アロハの犬に解放する必要はないだろう。それからあのアロハの犬にも。なぜ犬も？犬だからよ。しかもアロハを着てるなんて。それはいいとして、どうやってマシンを？そっか、ハッカーだもんね。はい、これで立場逆転。お客さん落ち込んでるんですって？話してみたら楽になるよ。いい友達だよね、あれもね。長い話なんだよね。どこから始めたらいいか。最初から、うん、大学時代から始まるかな。じゃあちょっと時間いいとこなんで、一旦ここで区切りますかね。次回ジルの応対からね、進めていきましょうか。一旦ここで区切ります。お疲れ様でした。